ここは JR 渋谷駅のハチ公改札です。渋谷の中で一番大きな改札で、スクランブル交差点やセンター街に最も近いんです。テレビのワイドショーの取材でもよく取り上げられる場所なので、日本に住む人はほぼ必ず見たことのある景色なんですよ。こちらは忠犬ハチ公像です。渋谷のシンボルで待ち合わせの場所として有名なんですよ。忠犬ハチ公はここ渋谷駅で飼い主の帰りを待つ犬なんです。ハチの飼い主はハチとよく渋谷へ出向いていたのですが、ある日急死します。一人ぼっちになってしまったハチは、飼い主の死後約10年にわたって渋谷駅に通い続けたんです。そんなハチの忠実さに人々は心を打たれ、銅像が作られたといいます。最近では新型コロナの影響でマスクをつけた忠犬ハチ公像の姿が話題になりました。スクランブル交差点を渡るにゃ。渋谷は人が多いので注意して歩きましょう。正面に見えるのは渋谷を代表する施設109です。109は若い女性に人気の服屋さんがたくさん展開されているファッションビルなんです。マルキューの呼び方で親しまれています。このマルキュー、実は渋谷にもう一つあるんです。スクランブル交差点のそばにマグネットバイ渋谷109という施設があり、そちらには若い男性に人気の服屋さんが多く展開されています。見て回るだけで今の若者のトレンドがわかるので、必ずチェックしたいですね。ここから坂になっていくにゃ。ここは道玄坂という坂道です。渋谷から目黒という土地につながる大きな通りになっています。道玄坂、なんだか強そうな名前ですよね。道玄坂の名前の由来は諸説あり、鎌倉時代山賊として暮らしていた道玄という人物に由来するという説と、この坂に道玄庵と呼ばれる僧侶や尼が静かに暮らす家があったという説があります。50年くらい前まではこの坂は民家がいっぱいあったらしいわん。今は商業施設がいっぱいの繁華街になったわん。渋谷という地名の由来も気になりますよね。こちらも由来は諸説あり、昔塩屋の里と呼ばれていて、塩屋が渋谷に変わったとする説や、平安時代ここを領地にしていた大名の名前が渋谷だったとする説、この近辺に流れる川の水が鉄分を多く含み赤錆色の渋色だったため渋谷川と呼ばれていたとする説、さまざまな説が
現代に語り継がれています。信号を渡って渋谷百軒棚へ向かうにゃ。渋谷百軒棚はかつては渋谷の中心街だった地域なんです。関東大震災直後に百貨店をコンセプトに形成された商店街で、大正期には400人の芸者さんがこの街を出入りしていたそうですよ。大人が集う繁華街というイメージが強い街になっていますが、最近では新しいカルチャーと昔ながらの老舗が残るユニークなエリアへと進化しているんですよ。老舗のレストランやスナック、DJ バーとして営業するお店がいっぱいあるわん。さあ、ディナーのお店までもう少しですよ。